2018年3月19日12時22分特集、経農所内業務話映画、この道のクランクアップ会見に出席した前列左から幹事屋しほり、大森なお、あきら、畑道子、後列左からさ、武政監督、柳沢慎吾、松本若菜、松重豊イコール神奈川、箱根、拡大、俳優、大森なお、46、とエグザイルのアキラ、36、の W 主演映画、この道、笹部清監督、今週以降公開。数々の童謡を世に送り出した詩人、北原白秋、大森、と音楽家、山田耕作、アキラ、の生涯を書く作品だ。大森とアキラが初共演するほか、白秋が創業140年を誇る神奈川、箱根町の富士屋ホテルにゆかりがあることから、邦画史上初めて同所での撮影が実現したことでも話題に。先日、クランクアップの取材会に参加した。報道陣に公開された撮影シーンは白秋の詩集、思い出、出版記念パーティーで、白秋が与謝野晶子、畑道子、からねぎらいの言葉をもらい、嬉しさから号泣する場面。物語のクライマックスでもあり、緊張感漂う中、ムードメーカーとなっていたのが小説家、鈴木三重吉役の柳沢慎吾、56、だ。撮影時、与謝野鉄幹役の松重豊、55、と円卓の席が近かった柳沢は、撮影の合間に終始、笑顔で話しかけていた。松重は会話に応じつつも、演技に集中しようとしている姿が印象的だった。クランクアップ後に行われた会見では、柳沢説が止まらない。撮影に集中したかった松重が、柳沢に話しかけられないように、羽田さんに、自身と柳沢の間にいてもらい、防波堤になってもらった、と暴露。柳沢は撮影の合間にノリノリだった理由を、今日、セリフなかったから、と告白して笑わせた。それを聞いた松重から、三雪でもセリフを与えて欲しかった、と言われた柳沢は、セリフがあったらシュンとしちゃうよ、とおどけて会場を爆笑の渦に包んだ。また、笹部監督が撮影後に毎回、あばよ、って言ってくれるから、いい夢見ろよ、って返すんです、と、自身のギャグでコミュニケーションをとっていたことを満面の笑みで披露。緊張感がやや残っていた会見冒頭の空気を一変させ、これまでの撮影でも随ところでムードメーカーとしての役割を果たしてきたんだなと想像できた。そんな柳沢だが、劇中では迫真の演技を見せているに違いない。公開は秋以降とまだ日があるが、その姿を楽しみに、首を長くして待ちたい。別通、今、あなたに、